つある。あ、ボスっぽいの倒したら2つ出たと思うんだけど。あ、2つ出たよね、うん、最初。それだと思うけど。あ、うわ怖い、怖い、怖い。あうわ結構ダメージでかいし、確かに。背景かと思ったら違うのか。多分背景のやつと背景じゃないやつがちょっと違うんですよ。ちょっと違う。これは多分じゃがりこのチェダーチーズ味みたいなやつ。それが落ちてくるやつ。おーおーおー、あるね、これ。あるね。あ、オッケーオッケー。オッケー。ワドルディは一貫して喋んない。ワドルディは。ワドルディ可愛いな。でも。あ、サグ。ダッシュ。ダッシュ。あ、走ってけってことは。ちょ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 。時すでにお寿司。お寿司。そのさ、グラグラした石はさ、吸い込めないから。グラグラどうだろうね。あ、もう遅いわ。遅かったよ。何あれ、何あれ、初めて見た。なんて聞いたっけ。吸い込めるかな。よっ、あ、ダメだった。こういう下とか気になるんだよ。ちょっと俺が試すと怖いから。何もなさそうだけど。何もなかった。ない。じゃあこれね、糸をね、こいつジャンプしてないとずっと攻撃が出るもんですよ。おっしゃ、あ、いいのあるじゃん、いいのあるじゃん。無敵よ、誰も取らない。オッケーオッケー。あ、俺乗ってた、俺乗ってた。あ、全員で。よしよしよし、行くぞ行くぞ行くぞ、頑張れ、行くぞ。誰かに乗ればいいんじゃないかな。ちょ、頑張れ、効率が悪い、チクショこれ、あれじゃないの、2人分とかにはなんないの。全員が時間が2人分だ。みんな乗るわ、それは。みんなお前に乗るわ。右なんかないですかね。ないないかな。洞窟、洞窟。これはニードルとかではないよね。え、ありえると思う。ありえる。吸い込めなかった、普通に。吸い込めなかった、うん、乗っちゃったよ。よし、でので、あ、これなんだ、これ。え、なにこれ、これ、あ、そういうこと、シールドみたいな。あ、そういうこと、これ、ね、ほら、渡るんだよ、みんなで。やべ、これこれこれ、頑張れ、頑張れ、頑張って。ちょっとちょっと、なんで乗ってるんだよ。ここで降りると危ないでしょ、だって。OK、 ここで降りると危ないよ。よしよしよし。あ、こうやって、あ、とりあえずこの、このゾーン、あ、危ねえ、この、このゾーンは、あ、でも、頑張れ、頑張ればいける、頑張ればいける。いけるやろ。おお、なかなか便利。あ、でも投げちゃった。あ、あったあった、新しいのある。これ入ってこ、入ってこ、入ってこ、入ってこ。あー、死んで死んで、出てる、出てる、遅い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 。頑張れ。よし、あ、で、入ってこ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 。オッケー、しゃがむとちょっと、やべ、面白い、これいいな。じゃあ、面白い、こういう協力する感じ。すごい。ああ。そういうこと？こいつを捨ててけってこと？おお。いけるかな？取れた。オッケー。でも効力弱くなってきた。うん。もうそれは捨てるしかないかな。うれ。あ、うそだ。そういうギャグか。よし。入ろう。オッケー。左足。オッケー。いいねいいね。よし、うわー、うわー、あ、ボスか。お、あれは吸い込む、ウルトラファイヤーではなかったのか。吸い込む、吸い込む、ウルトラファイヤーですよね。ドラゴストーム、かっこいい、ドラゴストーム。さあ、使っても、え、どうなる。名前に炎要素が、うわおー、派手だな。じゃあ行くぞ、敵が多い時使ってこ、今や。あ、ちょっと場所が悪い、場所が悪い。ここ壊せるから、壊せる壊せる、木が壊せるから、これ、これ取ってこ、これも落としよう。あーめっ、横に攻撃か。回数とかじゃなくて時間だから、使ってった方がいいよね。どんどん使っていいんじゃないかな。使ってもいい、どんどん使っていこう。あ、当たってない。逆卒か、当たりづらい、これ当てづらいんだわ、めっちゃ。分かった、この辺、一人だけ。なんだっけ、さっきの、さっきのやつ、なんだっけ、ソード、うん、ウルトラソードと違って、範囲がでかいわけでもないけど、横に範囲がでかい、代わりに。それだけが唯一の救い。どうだ？あ、これいいじゃん。いいね、いいね。うまい。うまい。
これもこれ俺たち必要ないんじゃないのか。あ、それはそのくだりなんですね。だってあれじゃん。一人用のバランスにしてんだから。ああ、これが例の。行こっか。行きましょうか。あ、下？住んじゃうかな。戻ってくるでしょ。戻ってくると思う。じゃあ行こっか。じゃあ行くよ。あ、あーこれね、これね。またこういうパターンですか。ごめんなさい、ボスがいい感じかな。よっ、俺があのジャンプで糸を切っていく。任せろ任せろって行け。あ、俺が。いやでもまあ進めるってことは進める、進めるっちゃ非常にあのありがたいから。ついてこ、ついてこ。あ、結果オーライだ。でけ。こうやって進んでいくのありですかね。あ、それいいね。常に空中攻撃できること。吸い込んでスライディングもあるよ。いや、こっから行っちゃえ。で、俺ら生き残ってもカービィ生き残んないとダメですからね。まあ、難しいですよ。あ、リーフ、リーフ、リーフってリーフスパークか。おお、エアーマン、リーフシールドかな。リーフシールドみたいな、ね、あ、じゃあリーフ、リーフで行こう、うん、リーフで行こう。スペアロー、あ、またまたまた君、うらー、誰もいない。また君か。みんなやると早い。みんなやると早いぞ。ガチしとこう。お、いいとこに来た。よっしゃ、ほら、死にさせ。今デデデっぽかったかな。あ、2つだ、2つでコンプリート、うん、よーし。お、回復しよう、回復回復。よし、で今度こそトランポリンを成功させようかなと。トランポリン頑張ろう。ちょっと位置取ってみたい。折れるんすかね。折れるんじゃないかな。さっき折れると思いますけど。さっき俺で2が取れたよ。よし、なんかいけそう。タイミング苦手だもん。このタイミングなんだ俺。あ、4か。ボタン押さないとダメなんだ。うん、なんだよ、早く行ってよ。そういうの。え？むしろ気づいてなかった。気づいてなかったよ。全然気づいてなかったよ。マジか、待ってたよ。マジか。あ、これ見たことある。僕、あ、見たことある。このでっかい木見たことある。見たことある。見たことある僕。やっぱ一面のボスはこれだな。やっぱこれだね。トッポっぽいし。トッポっぽい、トッポっぽいね。あ、なんだこれ。かかったかな。リーフがいいな。あ、でもいっぱいあるね。いっぱいあるね。リーフだね。リーフで行く。あ、キっていう意味では炎が弱点。大丈夫。キっていう意味では炎が弱点ですよ。いやー、リーフなんか使ってみたいなーっていうのが。あ、出た。知ってる顔だ。顔。お、あ、知ってる。知ってる顔だ。うん、これは知ってるわ。でもあれだとワープスターとか言ってる。アニメ版だとワープスターって言わないやつや。めっちゃリンチじゃん。リンチじゃん。かわいそう。かわいそう。お、ちょっとでかくなった。成長した。でもやること変わらない。吸い込まれてるよ。振るのか。振るのか。誰だ上に乗ってるやつは。俺だ。お前か。乗ってた。ちゃっちゃ。デレデ強。デレデが強いってことは証明されたな。よかったじゃん。おそうだな。手羽先。手羽先。これは噂の噂の手羽先ですね。結構サクサクやれるのはいいと思いますね。うん、いいね。やっぱここは共通だね。共通でしたね。うん、おストーリーが進んでいく。持ってるし。そのまま持っていくんだ。生臭そうや、手羽先だった。ちょっと生臭い。あんなふうに投げちゃダメでしょ。焼いたらうまそうね。もう手羽先だし、手羽先だし。そんな使い方あったんだ、手羽先に。ちょっと手羽先に見えないんだよな、なんか分解すると手羽先だったんだけど、完全に。お、出た出た。喋れるのかよ、お前。喋れる。それが一番の。俺が戻ったよ。だよ。なんか後ろから見るとリーフすげえシュール。カービィのエアライドのバードみたいになってる。いるか。
スや。まあまあ詰まってる。あ、こういう方式か。そういうことね。まあ、じゃあ詰めれる範囲でやっていけば。サブゲームが増えた。サブゲームでも違う、やってみたいな、うん、お、こっちは好きなの。あ、コピーお試し部屋。お試し部屋、これ俺得の。なんだこれ。チャレンジ、チャレンジいっぱい。ステージ、特別ステージ。あー、迷う。まあまあね、とりあえず取れる範囲取ってこう。お、12個、はい、早速特別なステージ。なんだよ、船のとこまで戻るわけか。ん、あ、このまま動ける。行ってみる、行ってみる。じゃあどうだろう、そこ、そこが解放されてると。だから剣、剣のマークが。そうだ、じゃあ入ってみよう。うん、そうだ。ん、ソードをマスターして、ソードマスターヤマト、ヤマト。これで技を見るっていうので、そのソードの動かし方が、しかもよく見たら、あの、うん、あれでしたよ、一人用でしたよ。これダメだ、一人用でしたよ。どうしよう、どうしますか。じゃあデフォートで剣もそう、これ遊んでカットする。カットするね。今のうちに喉を、今のうちにみんなトイレとか行っていくといいぞ。わったー、わったー。8000点落ち。お、お、30秒残した。どう、あ、なんかすごい微妙。またね、カットで。これカットだな、攻略のコツだって。切り上げスラッシュは空中で落ち、ピッピングソードを使い、回転切りでまとめて使い。あ、別にや。もし、あの、解放できるんだったら、あの、ミニゲームあたりじゃないですか。そうだね。じゃあ、どっか。これ脱出とかできない。あ、できるできる。これで、じゃあ出れば。あれは、他のコピー能力試すやつとか、まだいろいろあれ、多分20ぐらいのやつを。もうちょっと後か。後じゃないかな。で、たまに行かないといかん感じか。じゃあ、レーズ、ルインズ。ルインズ、こう。ルインズ。ルインズスターってあったよね。あれで。うん、あれで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 あったな、あれであった、あれであったな。あまり分かる人いないと思うけど、僕は某所の生放送でね、うん、シティチェッカーのさ、あ、シティチェッカーじゃない、シティトライアーのチェッカー全部埋めると思ってたんですけど、うん、あ、まあ、それでルインズスター結構お世話になったんで、僕はお名前は覚えてますよっていう。チェッカーって聞いて分かった。デュエロ、スカフィー、デュエ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 、大丈夫か。なんか、デュエの結果食われた。なんかあるでした。下いけないでしょ。あ、多分これでしょ、星がいっぱいあるタイプやろ、うん、入っちゃったよ、星がいっぱい。あ、ムチ、なんかあるで、これ、ムチみたいなのあるで。え、倒せるの、もしかして。ウィップ、あ、取るんじゃないか、まさか取るんだ。そうか、そうか。おお、新しい能力だよね、これ。自動追尾？もしかして。自動追尾だったら結構強いと思うんですけど。使ってみや。おお。わあ。意外と狭い。そんな長かったら、まあね。あれやん。ちょっと、ずるいやん。うん。でもなんか新しいコピーめっちゃ楽しい。しかもこれをやってる時すでにもう新しい出てるっていう。まあね、なんだっけ、トリプル、トリプルデラックスだっけ、 3DS の、うん、それが実は発売中なんでね、皆さんね、ぜひ買ってみてください。ぜひ買ってください。ダイレクトマーケティング。完全なるマーケティングですよ、今は。任天堂さんちょっとマーケティングかな、マーケティングっすよ。ファイヤー、バーニングか、バーニングかな、ファイヤー、ファイヤーか。あ、これがあるからバーニングと一緒になったのかな。ドイツかね、バーニング基本これだけだったよね。しゃ、どうどう、出て出て。あのね、とりあえず慣れたけど、うん、あの、やっぱ動きが遅いからね。
導火線があるってことはこれちょっと確認してくれ先に、うん、大砲を使う。あ、誰か入ってればいいんじゃない。そう、誰かいればいいと思う。4 人プレイ特有の。あ、でも間に合うわ、余裕です。右なんかあるん違う。何もなかったです。あー、あー残念だ。あ、なんかある。あ、スフィアもある。これだけかな。落ちるの怖い。俺が死んじゃうとまずいから。豪快に落ちた。よし、何もない。初めて死んだよ。何もなかった。初めて死んだよ。何も見てない。いらないと。ほら、いけいけ。多分星100個でピキアップするから、うん、星も集めてこう。うん、うん、ね、んでちょみんな。そうすれば復活できるし。お、なんかあるある。これはニードルかな。ニードル、ヌイードル、ヌイードル。これ壁に貼り付けるとかない。ニードルは、あ、刺さってみたいな。そうそう、ないない。刺さってんすか。あるかな。どうだろう。どう、刺さってないよね。グイグイ入ってくるね。上のこれめっちゃ怪しいんだけど。落ちてくるわ。あ、こんなの。あー、やっぱ、え、何それ。え、こんな攻撃あるんだけど、ニードル。お、何それ。え、これだけだと思ったんだけど。ホイールかな。なんかめっちゃ今敵倒してくれてる。え、びっくりした。ステージギミック使うのなかなか。あ、ついてこ、ついてこ、ついてこ。おお、楽、楽、楽だね。いや、楽だ。あるある。あ、あるある。お肉ある。回復が。バドリに回復、バドリ回復してあげて。ありがとう。事故すごい。よし、楽すんなよ。楽だな。楽だな。危ない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 。でもだい、あ、大丈夫じゃない。何しとんねん。あの、あれで、あ、あるよ。ごめん、俺もう取れない。おぉ、デデデデ。よし、じゃあ行こう。よし、あと1個。結構あれだね、あの、今回スフィアはあれみたいに、あの、64のクリスタルみたいに難しいところにあるわけじゃないから。あ、64はね、なんかこのコピーじゃないと取れないっていうのがあったからね。あー、危ない。あー、うちじゃない。ダッシュしないと間危ない感じかもしれない。下ある、下ある。あ、いや、それは無理がある。それは無理がある。無理があった。いや、いけると思ったんだよ。それ無理があるよ。いけると思ったんだよ。知ってる。ちょっと待って、これ一人で。はい。あ、はい。はい。これ誰か。燃費が悪い。おっしゃ、おっしゃ。おっしゃ、おっしゃ、頑張っちゃうぞ。頑張っちゃうぞ。頑張っちゃうぞ。気がついたら、まあ。気がついたら、みんな乗ってたぞ。他人とも乗ってるぞ。あ、でで、でででが。除外されるかなと思ってまだ続いてる。多分合ってるよ、これ絶対。あ、なったパラソル取ってこ、取ってこ、取ってこ。時間来ちゃったし。パラソルってなんか、あの、見た目によらずバランスいいイメージがあるよね。ひらひら、うん、結構好きだよ。バズリがやばい。やばいよ。体力回復狙ってこう。回復、うん、やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。出川がいるぞ。出川がいるぞ。俺の中学の時のあだ名知ってるから、切れたナイフだよ。マジ意味がわかんない、今だいもん。ソードとウィップ、パラソルかな。そんな何かあればいいんだけど。あ、じゃあ一応じゃあウィップでいくわ。あ、なんかあるかも、うん、ウィップは結構使い勝手良さそうよ、うん、取れるものがあるかも。ちょっと戦闘ちょっと任せるかもしれない。あ、フォーカス、あ、ハンマー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 。シュ、出番だ、出番だ。浜尾さん、わかった、わかった。浜尾さん、浜尾さん、浜尾さん、出番。いや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 、痛いよ。浜尾さん、出番、出番。うん、なんだ。さあ、吸い込むんだ。しゃ、浜尾さんだ。浜尾さんだ。ちょっとキャラ被っちゃった。僕、ハチマキついてますね、ハンマーに。どう？炎が。あ、回復あった。当たった。これを蹴る。あ、回復し、みんな、みんな、みんな。俺にも、俺にも、俺にも。あ、ちょ、ちょ、ちょ。オッケーオッケー。乗っちゃうんだけど。乗っちゃうんだけど。固まってると乗っちゃうよ。でみんな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 。いや、違う違う。そういう茶はいらねえから今。そういう茶はいらねえよ。あんまりいらない。これウィップで。ハンマーか。ウィップかハンマーか。多分ストーンでもいいと思う、今の。ストーンでもいい。他のやつ、他の作品で、ああいうのストーンでもいい。ワドルディ、回復か。回復か。ありがとう。ありがとう。あ、何これ。上、上、上、上ある。オッケーオッケー、よしよし。じゃあ入ろう。ゴールか。さあ頑張ろう頑張ろう。今度こそ。タイミングが。はい。お
おーい、3 か微妙だった。この4と3全員微妙な正直微妙な感じ。順調にあのスフィアも集まってるんでね、うん、時たまのステージ終わったあたりに見に行くと面白いかもしれない。そのぐらいのタイミングで見に行こうか。あ、じゃあ出る、サブゲーム出るんだ。一撃手裏剣道場、なんかクリアした後にちょっとやりたいね。じゃあステージこれレベル2終わったら行くみたいな感じで、ステージ全部終わらせてもいいんじゃないですかね。あ、とりあえず行こう。ここ4つあるってことはボスがいる。